来ましたね。いつの間にやら囲まれておりまする。恐るべし軍神、霧すら我が物として操るか。あるいはこのもやこ、そなたたちの魔術関門を超えた私はもはやためらいだ。皆の者、我がホールとなりて、かささぎを撃て。剣心様、あなた様と共にあれるだけで、私…誰が呼んだか。いや、呼ばれずとも俺は来る。眠れし無敵、直江兼継ぐ、三十王。左右の陣を指揮させよう。俺らを落とされれば畳を打たれるのみぞ。とにかく目立つ、絶対目立って主人公。お前の指揮能力、まだまだ無敵の俺には程遠い。仲間がいる、敵がいる、そんなでっかい無敵が欲しい。今日の俺は無敵度が低い。悪いが後は任せた。叫びすぎて息が切れていても俺は無敵。いつか無敵を5人揃えて無敵戦隊を結成する。この俺をそばに置こうという、お前のその目はまさに無敵。皆の者、宝刀となる。霧に紛れる影たち、敵を惑わせるのです。武田の道場など古い、時代は直江無敵道場。霧の中、毘沙門の力を感じた。今までの俺は無口すぎた。普段からもっと喋らせろ。愛禅明王、お前は一体何を言っているんだ。山ほどもある熊を倒した俺こそ究極無敵。知り合いの子に教えを請われる。共有にはおたしなみたまえ。俺こそ至高の無敵。あなた様の震われる宝具の中に、私無論美しい剣、毘沙門一の刃として全て打ち伏せよ。あの方のお心打ちが剣心様の窮地を救い、褒められた俺こそ超無敵。私など最良の宝具と語ってくださった、その思いに応えるため貴様を倒す。一刻も早く目覚めてくれたまえ。それが主のため、ひいては私のためにもなる。やはりそうしなくてはいけないのか。今のままの私ではお仕えするには不足なのか。無敵に立ち向かうは勇気か。いいな、無謀だ。やったー、俺は目立ったん。さて、今誰かいなかったか。戻りなさい、美しき私の方。しとやかにめでられることもまたそなたの務めです。承知いたしました。剣心様、どうかご分を。必ず無事に戻り、この私。明日の天気？それはもちろん晴れ、時々無敵。おお、初だ。我らは迷いに打ち勝ったのだ。
お前に隠していたことがある。実は俺は乗り越えす者たち、ホーグならぬこの身でそなたたちの意志に報いよ。兵と肩を並べる日が来ようとは思わなかったな。近づきの印だ。境にでも興じないかね。アナ、喜ばしきこと。なれど、毒の類であればお断りしましょう。まだ落ち、我に天にあら。兵から生じるものは、まばゆき一筋の光だ。日常の春の夢。火の音、死の音。いささか飽きたな。耳にしたいものだ。私を変えるほどの音色を。